昔、じいさんとばあさんが二人で暮らしていたそうな。その二人は丹滅を育てていたそうな。ある時、じいさんが山に薪を拾いに行っている間に、ばあさんが丹滅の舌を打ち切って川に流したそうな。そうしているうち、じいさんが薪を拾って帰ってみると、丹滅がいないものだから、あれまあ、丹滅はどうしたというと、もう丹滅があまりご飯を食べたい食べたいと泣いてばかりいるので、私が舌を打ち切って川に流しましたよとばあさんが言ったそうな。すると、え、それは大変だ、探しに行かなきゃいかんと言って、そのじいさんは川下の方へと探しに出かけたそうな。そうしたらそこでヤギを殺し、ヤギ汁を作って食べている人たちがいたそうな。ほいほい、あなた方は私の丹滅を見ませんでしたかと尋ねると、それはあなたがこのヤギ汁を七鍋七碗食べたなら教えましょうと言ったそうな。それで、そうですか、それなら食べましょうと七鍋七碗のヤギ汁を食べたそうな。すると、もう少し下の方に行きなさいと言ったそうな。それで、わかったと言って、また下へ下へと下っていくと、今度はそこで豚を殺して食べていたそうな。それで、ほいほい、あなた方は私の丹滅を見ませんでしたかと尋ねると、それはあなたがこの豚汁を七鍋七碗食べたなら教えましょうと言ったそうな。それでまたそこで七鍋七碗の豚汁をじいさんは食べたそうな。するとその人たちが、それじゃあなたはもう少し下の方に行きなさいと言ったそうな。それでまた下へ下へと下っていくと、今度はそこで牛を食べている人たちがいたそうな。それで、ほいほい、あなた方は私の丹滅を見ませんでしたかと尋ねると、それはあなたがこの牛汁を七鍋七碗食べたなら教えましょうと言ったそうな。それで、わかったと言って、またそこで七鍋七碗の牛汁を食べたそうな。すると、もう少し下の方へ行きなさいと言ったそうな。それで、わかったと言って、また下へ下へと下って探しに行くと、それはそれは大層立派な家があったそうな。それでじいさんはその立派な家の入り口にいらして、ほーいほーいと言って、私の丹滅を見ませんでしたかと言うと、そこに丹味奴が出てきて、まあようこそ、私はここにいますよ、どうぞ上がってくださいと言ったそうな。そしてじいさんを家の中に案内して、おいしいものをたくさん召し上がらせて、その後じいさんに向かって、おじいさん、帰りにはどのお土産をお持ちになりますか、この二つのうちからおじいさんが欲しいものを持って行ってくださいと言ったので、じいさんは、もう私は年寄りなので、あの小さいものをくださいと言って、小さい土産を持って家に帰ったそうな。そしてそれを開けてみたところが、大層な金銀の宝物がいっぱい詰まっていたそうな。それでもうばあさんは、それなら私もそれをもらってこようと言って、その丹滅の家に行き、ほーいほーい、ここに丹滅がいると聞いたのだがと言って、家の入り口に行くと丹滅が出てきて、さあさあお上がりくださいと言って、いろいろお世話をしたそうな。そして帰りにばあさんが土産をもらうとき、いや、私はこの大きなものがいいと言ったそうな。そしてその大きな土産を背負って家に帰り、開けてみると中にはクソばかりが入っていたそうな。だから欲張りのクソつかみと言って、欲張り者はクソをつかむものだよ。
虎の絵と共によく竹を描くのはどういうわけかというと、昔虎が象に追われて逃げ場を失い、危うく象にやられそうになった時、竹山があったので、その中に踊り込むように逃げたそうな。すると象がファラファラっと竹を押し割ってくるので、虎は後戻りしたそうな。すると象も後戻りして、自分の押し割った竹で腹を突き刺して、そのまま死んでしまったそうな。竹のおかげで虎は助かったものだから、虎と竹とは共に描くようになったそうな。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。